シメトリックス・クラリックス・デル・ EMC は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ホプキントンに本社を置く、世界最大のストレージ機器開発企業。情報管理ソフトウェアの開発にも注力している。企業向け製品として、ディスクアレイ装置やストレージ管理ソフトウェアを製造。主要製品は、大規模データセンターなどでよく使われている。 ストレージエリアネットワークの基盤となるシメトリックスである。また、クラリックスは EMC がデータゼネラルを取得した際に製品として追加された。設立以来 EMC コーポレーションの社号で運営されニューヨーク証券取引所上場企業であったが2016年9月デルによる買収が完了しデルテクノロジーズの子会社と位置づけられ非公開企業デル EMC となった。 1979年創業。創業者は、リチャード・イーガン、ロジャー・マリの、ジョン・カーリーの3人で、EMC は彼らの性のイニシャルをつなげたものである。ロゴは、EMC コーポレーションの略称のイムックから e m c に、となっているが、EMC 自身は、アインシュタインの有名な方程式 E イコール m c に、との関係を認めていない。当初は、メモリーボードを製造していたが、 その後ディスク装置へと事業を拡大していった。猛者屋内の働きにより、EMC は革新的で大型のストレージ装置によって業界トップに躍り出た。ヨゼフトゥッチは2001年に CEO となり、2006年にはマイケル・ラトガーズの公認として会長にも就任した。ストレージ分野での EMC の主な競合相手は、IBM、デル、ヒューレット・パッカード、ネットアップなどである。 EMC はハードウェア製造企業からソフトウェアやサービスも含めた総合的企業へと転換してきた。VMWare やインビスタ、レインフィナティなどの仮想化製品は今後の方向性を示すものとなっている。2006年7月、2007年6月7日、EMC はシンガポールに1万5000平方フィートの研究開発拠点を1億6000万ドルで開発し、 同年中に運用を開始するとした。EMC は一連の買収や協業によって成長し、世界最大のストレージ企業となった。2015年10月12日、米パソコン大手デールは EMC を総額670億ドルで買収すると発表した。これは IT 業界で過去最大規模の買収となる。EMC の株主には一株あたり、 現金33.15ドルと VMWare の株式が支払われる。デルは EMC の株式を非公開化すると発表している。2016年9月、買収は完了。2002年、EMC はストレージエリアネットワーク管理製品ビジュールソンを持つプリースネットワークスを買収した。ハードウェア専業だった EMC は2003年、2001年から CEO となったトッチの下で、 ソフトウェアやサービスを含めた多様化方針を鮮明にし、まず7月にレガートシステムズ、インクを13億ドルで買収し、続いて10月にダキアメントム、12月に VM ウェアを買収した。買収はさらに続き、ネットワーク管理ソフトウェアで知られるシステム、マネージメントアーツ、インクも買収した。最近では、情報ライフサイクル管理にも力を入れ、セキュリティ製品、 EMC セキュリティアナリシスマネージメントソリューションなども製品化した。2005年8月、ストレージ仮想化で知られるレインフィナティを買収して、グローバルファイルバッチラゼーションなどの製品を品揃えに加えた。ベルギーのソフトウェア企業ファイルプルを買収した EMC はデータアーカイブ製品センテラを開発した。これは変化の激しい環境でのイルムに必要な アーカイブ機能に対応したコンテントアドレサブルストレージプラットフォームである。2006年6月29日 EMC はセキュリティソフトウェア企業 RSA セキュリティの買収を発表。2006年第3四半期終わりか第4四半期始めまでに買収を完了する予定とした。買収が完了すると RSA は EMC の情報セキュリティ部門として機能するようになる。 2007年7月12日、EMC は、オランダのロッテルダムを本拠とする XML、関連技術で有名な企業 X、Hive Corporation を買収した。同社は、航空宇宙業界や出版業界向けの企業用、XML 製品で知られていた。XHive の Java ベースの XML 製品と、ノウハウは、ダキアメントムへの XML ツール統合に利用され、 EMC としての XML 基盤の強化に貢献すると期待されている。XML リポジトリからコンポーネントコンテンツ管理まで EMC のエンタープライズコンテンツ管理スタックにおける XML アプリケーションは企業が所有する情報から価値を生み出す方法を変換するとされている。買収後、x i e は EMC のコンテンツ管理及びアーカイブ部門に吸収される。 ありがとうございます。